それではこの動画からまた新しい内容命題について勉強していきたいと思います。とは言っても実はこの命題は中学校でも出てきたんやねどんなものをやったかというと何とかは何とかであるというような文章があってそれが正しいか正しくないか真か偽かというのを考えたりしました。つまり命題はこれはおさらいにもなるんやけど 命題というのは何かっていうと正しいか正しくないかがはっきりと定まる分野、式のことこれを命題と言ったわけです命題が正しいときには真と言って正しくないときは偽と言いました偽じゃないで真偽と言いました例えば命題はどんなものやったかというと困難がありました四の倍数ならば二の倍数である これは命題になってるんやね。必ず正しいか正しくないかが成り立っています例えば4の倍数。これどうなってるか？どんな数があるかって言うと、48。12。16とま4の段の答えみたいになってるよね。2の倍数はどうかって言うと、24。8偶数になっています。1と。じゃあ4の倍数をこうやって見ていくと。これは必ず必ず。 2の倍数は偶数偶になっていますなのでこれはいつでも成り立ちます4の倍数ならば2の倍数というのは必ず成り立つのでこれは真の命題と言えるわけですそれがいつでも定まるので真の命題になってますでもこれを入れ替えるとどうでしょうつまり2の倍数ならば4の倍数であるやったらどうかな 2の倍数は24ローハートと並んでいくわけやねんけどこれ4とか8は4の倍数になってるけど2610とかって4の倍数になってへんよねなのでこれはいつも正しくないと言えるので正しくないかっていうのがはっきりと定まるので偽の命題になるわけですこれを入れ替えてあげるとね偽の命題になるわけです まあ真偽どちらにしろはっきりと正しいか正しくないか定まるものが命題です。なので例えばお父さんのおならは臭いとかっていうのは人によるし時と場合によると思うんでいつも正しいか正しくないかはっきりと決まるものではありません。なのでそういったことは命題ではありませんよと。大丈夫かな。まあでもこの命題。 ちょっと最初の動画なのでせっかく話しておきたいんやけどなんでこんな数学で勉強するんやろうね。まあ中学校の時も出てきてそう思った人いるかもしれません。まあでも実は数学というのはそもそもみんなこう計算とか図形とか関数とかが出てくるかもしれませんけど数学のそもそも大事なところとして。 ある事柄が成り立つかどうかを考えていくというのが数学の大事な側面部分なわけでねまさに命題が成り立つかどうかというのを数や記号を使って考えていくというのが数学のすごく大事な要素になってるわけです。それというのは歴史的に見ていくともっともっとは論理学の部分でした。 ちょっとなんか歴史の話になってしまうんやけどなんで命題数学で勉強するんかっていうのをちょっと知っておいてほしいなと思いますまあもともとこの論理学という分野がありましたまあ論理学っていうのは数学というよりは哲学に近いかもしれません古代のギリシャとかエジプトとか中国でもこの論理学というのが考えられましたこの論理学って何かっていうと一言で言ってしまうと 考考ええ方を考える学問ですなんかめっちゃ難しいことを言うてるよね。ある事柄を筋道だって考えるにはどうしたらいいのかもしくはある正解にたどりつくためにはどんな考え方をすればいいのかっていうのを考えるのが論理学の分野ですその中でも有名な人古代の時代で有名な人やとこの哲学者でしょうやっぱり。 誰か分かるかな。るアリストテレスという人です。社会とかでちょっと聞いたことがあるかもしれません。このアリストテレスさんが言った有名な話、論理学の中での話としては、三段論法ていうのがあります。もしかしたら聞いたことがある人もいるかもしれません。これはどういうものかて言うと、 まあ3つの事実、まある意味これ、命題と言えます。えそれを、最後、結論を2つの部分、2つの命題から導いていくという考え方です。え例えば、すべての人間は死すべきものである。なんかちょっとかっこつけているけど、人間みんな死ぬでっていうことです。次、ソクラテスは人間である。というまた別の命題があります。ソクラテスは人間ですってことです。そしたら、 全部の人間死ぬで、ソクラテスも人間やで。となったら言える結論は何かっていうと、えにソクラテスは死すべきものである。ソクラテスは死ぬよっていうことです。そりゃそうやね。人間はみんな死にます。ソクラテスは人間です。そしらソクラテスも人間やから死ぬよね。っていう話です。まあこれを、この説明の仕方を、論理の展開の仕方を三段論法といったわけです。 まこれにもいろんなパターンがあるんやけどねそして面白いのは実はこの三段論法えこの前の単元でやった集合で表すことができるんです実は集合というのはもともとこの論理つまり命題や条件っていうのを考えていくために生まれてきたところがありますどういうことかっていうと人間っていうのがおるんやね人間っていうグループがありました集合がありました そしてこの人間の中にソクラテスさんはおるんやね。要素として見ることができます。さらに言ってしまうと、例えば日本人とかっていう部分集合も考えられるわけね。けどどっちらも人間の中に入っています。そしてこの人間は最初死ぬって言ってるんやね。ここで。人間は死ぬという性質を持っています。ってことは、同じこの人間に含まれているソクラテスも日本人も 死ぬよねと言っているわけです。こういう集合の図ベン図で表してあげることができるんですそしてさらにこの古代の時代から始まった論理学やねんけど最初はこういう図で表したり記号や式で表したりはしませんでしたえ、しませんでしたところが19世紀頃になってくるとこの論理というのは全て 記号や数式で表すことができるんじゃないかと考え始めた人たちがいたんです。その中でも一番有名な人がこの人ではないでしょうか。イギリスのジョージ・ブールさんという人です。ジョージ・ブールさん。 この人たちとかが中心になって数理論理学という分野が生まれましたこの論理学というものを記号や式を使って表していこうという考え方です実はこの前の単元で勉強した集合論というのもこのブールさんの考え方が強く影響されています影響してますこの人が ブール理論というのがそしてもう一つこのブールさんで有名なのはこのブールさんの名前からほぼ全てもう全てやねのコンピューターの言語で使われている決まりブーリアン型ブール型論理型というような 型の決まちょっとかブールっていうのはこのジやージブールさんの名前から来ていまかえ、これはその値が正しいか正しくないかを表すような型になっています。ままさにに集合ななどのの考え方方っていいす。後はかいたかしし話でたもれん。 今から勉強していく命題とか条件というのはその前に勉強した集合の考え方ともすごく関係をしているしそして今みんなが使っているスマホとかコンピューターとかの理論を形作る超基礎の部分にもなっているわけやね。というわけで次の動画からそんな面白いはずです命題について勉強をしていきたいと思います。